はい、みなさん、こんにちは。レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ、今日の清水エスパルス対大宮アルディージャの対戦結果で、えー、レノファ山口が来年も無事 J2 で戦えることが決まりました。<laughs> えー、残留が決まりました。いやーあー、よかったですね。今シーズンは本当に。 ここまで長かった。ああ。レノマルくん、レノマルくん。来年も G2 で戦えるよ。皆さん、やったね。よかったね。もうね、ほんとね、僕たちの応援が届いたし、ほんとね、選手のみんな、よく頑張ったと思うよ。レノマルくん、よかったね。よかった、よかった。うわ、う でも本当んとぃー、ったの、もう。も落ちるんじゃないかって言われてね、もうね、すごい悔しかったよ。ジオさん、信じてれれば応援してきてよかったね。またね、これからもね、どんどん応援していこう。ああ、ルマくん、ありがとう、リルマルくん、ね。あ、い <laughs> ね、いろんなワネも入ったりしてね、ごめんな、リルマルん、悪かった。 え二郎さんこれからね一つでも上の順位を目指していけるようにまだまだ応援していこう残留が目標じゃないんだよそうだよね二郎丸くんありがとうありがとうロ郎ありがとうねまた来年も j つだありがとう2017年の苦しかった残留争いも経験していますし2021年の4チームでの残留争いも経験していますが本当にね今年は本当に苦しかったですね はい、あの大宮さんの追い上げもありましたし、えー、なかなかその勝ち点が詰めない状況も長かったですしいや本当にこれまで以上に、えー、苦しいシーズンとなりましたあまあねすいませんあの残留で喜んでいてはいけないのかもしれませんがあちょっと今日だけは4位、はい、にしてありますこの終盤で、えー、しぶとく勝ち点1を拾っていた結果が。 行きましたね。えー、えー、スナイデル監督はじめ選手の皆さん、本当にありがとうございました。<laughs> えー、私はとっても嬉しい。私はとっても嬉しい。<laughs> もう一歩間違えれば、えー、22位、21位に落ちていた可能性はあると思いますし、えー、本当にね、もう、一言じゃなかったですよ。ああ、本当に今シーズンは苦しかった。ああ、苦しかった一年が終わろうとしています。 えー、残留争いが続くようではなかなかお客さんの方も増えないとは思いますので、えー、頑張っていってほしいと思います目標はあくまでトップ6だったはずですまあね今はもうかなり駆け離れた順位に、ね、はいますがねえ是、ー、非ともね、えー、この悔しさを来年に生かしてほしいです、まあ、とはいええー、来年も J2 で 活躍できることに、戦えることに、感謝します。ありがとうございました。残留は決まりました。これからね、あと2試合、一つでも上の順位を乱して、山口の未来につながるような試合を見せてほしいと思います。頑張れ、ルファ山口